愛良市立山田中学校は、鹿児島県愛良市加盟にある公立中学校。旧愛良町北部の愛良市加盟に所在し、現在は、1学年1学級で、生徒数は少なく、昭和63年に廃校となった北、山中学校を統合している。1947年4月1日、学生改革により、山田村立山田中学校として創立した。 しかし校舎は、まだなく、山田小学校の行堂を借りて、暫定授業を行っていた。5月12日、山田村の飛び地である、変川地区に、陳寿分校を設置したが、飛び地解消のため1952年10月15日、変川地区が、かじ町に編入されたため、かじ中学校の分校となっている。1947年8月に、 山田村青年学校は土地に校舎を建築し12月に7012平方メートルの校舎が完成した。1948年2月15日から新校舎に移転している。1955年、町村合併により愛良調律となり、同時に従来の町村協会を超えた校区再編により、従来調査中学校校区だった三佐小学校校区の寺市。 住吉、深見集落が、高区に編入されている。1988年、生徒数減少により北山中学校を統合している。山田中学校に統合された北山中学校は、1947年5月2日、創立し、高区は、整備小学校、道山小学校、木津市小学校の全域であった。後に、これらの学校は、 北山小学校に統合されている。生徒数減少により1988年3月31日をもって閉校となり、山田中学校に統合された。現在跡地は北山野外研修センターとなっている。男子は冬服は学生服、女子はセーラー服である。主な進学先は加茂高校、カジキ高校、カジキ工業高校などに進学する。 ありがとうございます。